はい、ぽっちゃん、おはよう。今日は27度とかになるっていう予想じゃなかったっけ？まあ、今日じゃないっけ？そろそろその猫用のホットカーペットを取りますね。もう電源は抜いてあるんだけど、乗り心地がいいか。こうなしにした方がひんやりして気持ちがいいと思うよ、きっとね。あれ、どうしたどうした。あら、ジャン君。ジャン君、おはよう。ジャン君、ジュン君、ポンちゃん、ポンちゃん、おいで、ポンちゃん、おいで、ポンちゃん、おいで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 、ポンちゃんもこっちおいでよ。ポンちゃん。ポンちゃん。ちゃん、はい、ちゃんくんもおいで、はい、おいで、おいで、ポンちゃんいいな。ポンちゃん白いすり鉢来たよ。白いすり鉢。でも今カーブがいい感じらしいよ。いい感じだよね、ポンちゃん。ちょうどね、お手手乗せてね。ポンちゃん。ジャンク、ジャンク、ジャンクンってば。はい、ジャンク。ジャンク、大人っぽい首はしてるね。実に微妙な色合いで、素敵でしょ。渋好みだね。ジャン君、市松模様素敵でしょ。ジャン君、こっち向いてくださいな。はい、ありがとう。あ、真っ黒、顔黒。ポンちゃん、ポンちゃん、クジラさんにお手手置いて可愛いんです。ポンちゃんはなんとカプセルホテルのようなところに入っております。宇宙船にいるんだよね。あったかくなってからは、結構ここら辺に、お、あ、見えない、見えない。映っちゃって見えません。この明るい、お外の明るいのが映って、最短の子2週間とかで出せるくらい、やりますよ。慣れたりするのはもうハピちゃんのおかげかなと思って。去年一昨年かな、本当に
あの捕獲器の中で生まれちゃって5匹1のミゴがで全部そのミルクからやったんですけど、その時にハプちゃんがはい、これですか。ここにあるよ。